2月23日開幕戦以来、広島のスタジアムにサポーターが入りました。2020明治安田生命 J1 リーグ第5節、サンフレッチェ広島対セレッソ大阪の一戦、エディオンスタジアム広島からお送りします。さあ、選手たちがピッチに入ってきました。キーパーが2試合連続のスタメン林拓人、3バック左から佐々木、荒木、野上、中盤アンカーに青山、そして左に清水、右にハイネル、一つ前中盤の真ん中に森島、川辺、2トップに永井とレアンドロ・ペレイラと予想しました。永井がスタメン、そして352のシステムを予想しました。続きまして、セレッソ大阪のスターティングメンバー予想フォーメーションでご覧いただきます。こちらは変わらず 4-4-2、 キーパーがキム・ジンヒョン、4バック左から丸橋、瀬古、マテイオニッチ、右が松田、ダブルボランチが藤田、デサバト、左サイドに清武、右に坂本、2トップが徳良と奥野が入っています。前節から2枚変わったセレッソ大阪、最終ラインの瀬古、徳良がこのゲームはスタメンです。佐々木、真ん中使った森島、左から行く、いい出足、松田取って徳良落ちてハーフスペース、清武持ちます。ボランチの藤田、松田から坂本につける。さあ、ドリブルの得意な選手、坂本切り返した、坂本縦いった、坂本のクロス決まった。坂本のクロスに合わせた徳良、坂本を右打開してニアで合わせた徳良です。先制はセレッソ大阪。いや、ここもドリブル効きましたよね。いい形で前向きに仕掛けれたので、ここからのキックフェイント、この後右足で鋭いボール入れたのでオウンゴールですかね。佐々木選手が最後触ってますかね。助走を取っているのは丸橋、清武、藤田は中に指示を出します。清武できた、クロスバーダイレクト、これはうまく当たりませんでした。フリーキック、清武クロスバー直撃。川辺、ペレイラ、川辺来た、川辺のクロス、長い落とし、森島つないだ、青山のシュート、枠を捉えていた、こぼれ反応した長いですが、キム・ジンヒョンキャッチです。いい形でしたね。連動して坂本も出る、坂本は佐々木を見る、で奥のはキーパー出ます。おー、はまったぞこれ。さあ、これはセレッソ奪えばビッグチャンスでした。いい守備があります。連動した守備、前線からのハイプレス、奪った、セレッソのショートカウンター発動、清武、藤田来た、藤田のシュート、ショートカウンター炸裂、清武貯めて追い越した藤田、0対2です。点差を広げたセレッソ、ここのためも素晴らしかったですし、最後藤田選手もね、よくニアサイド見てましたよね。清武選手のこのタイミングも抜群でしたし、ファーサイドではなくニアサイドに打って、最後はでもまたなんですかね。ショートカウンターで2点目を奪いましたセレッソ。広島としてはその前のシーンでもね、少しバタつくところがありましたし、つなごうとしている中での少しミスからなのでね。いやいや、いったー、 PK です。ヨニッチの対応、 PK、 ビエイラ倒されて広島 PK 獲得。決めました、ビエイラ PK 決めて1点差、自らが取った PK、 冷静に逆をつきました、ドーグラス・ビエイラ。さあ、これでまたゲームが面白くなりました。
丸橋立ていった、丸橋、清武、清武のクロス、頭を坂本のヘディングです。バーですかね、はい、バー直撃。形としては変わらず 4-4-2。 ペレイラうまく前向いた、ペレイラボックス内入った、ペレイラ右足切り返した、左足でシュート、キム・ジンヒョンのセーブがありました。ノッツのボール、真ん中に入ったボール、ストーンで弾きます。青山ミドルあります、青山、青山の左足、おー、右で来ました、ミドルシュート、青山。いやちょっと遠いけど打ってきましたね。あ、そうですね。さあこのボールはヨニッチ、坂本、松田、ヨニッチにはペレイラ出ます。お、厳しいチェック、ペレイラ行くか、ペレイラ奪った、さあペレイラ奪った、ボックス内、ペレイラのシュート、ナイスセーブ、キム・ジンヒョン、よく止めましたね、今片手1本止めました、ナイスセーブ。真ん中に入ったボール、ヘディングで合わせるが、キム・ジンヒョンキャッチです。落ち着いてましたね。ここで試合終了の笛です。1対2、セレッソ大阪が勝利を収めました。